君なかなか強いんだね。見直しちゃったよ。それでどうするの？この後。ねえ、人影。行くとこないならちょっとおいでよ。あ、なんか自分の家とか招待してくれんのかな？ここなんだけど。わあ！なぜか嬉しい。自分は人間のはずなのに、この場所が気に入っていて喜んでいる。ポケモンの本能というか、尻尾振って喜ぶ感じというか、とにかくすごく嬉しい。これも人影だからこそ感じるものなのかな。あ、人影、感動しているね。やっぱりね、ここ人影なら住みやすいだろうなって思ったし、絶対気に入ると思ってたんだ。なんかこの家くれんのかな。これはお助けポスト。ポケモンたちの手紙がここに集まるんだよ。そして多くのポケモンたちが自然変動に苦しんでいる。キャタピーが落ちた地割れもそうだけど、ここのところいろんな変動がなぜか急に起きているんだ。僕、そんなポケモンたちを助けたいんだ。ポケモンたちが安心して暮らせる世の中にしたいんだよ。そこでさっきキャタピーを助けた腕を見込んで、僕と一緒に救助隊をやらない？おお、今回のゲームのタイトルにもなってるね。あ、それで救助隊っていう意味なのね。人影だったら世界一の救助隊ができると思うんだよ。どうかな。ちょっとやろうか。ちょっと断るとどうなるんだろう。そんな。まあ断っても先行かないよねこれね。よし、決まり。今日から人影と僕は救助隊の仲間だね。よろしくね。チームの名前はまだ決めてなかったね。ねえ、どんな名前がいい？レスキューズってそのまんまだな。もうちょっと考えてほしかったけど、ちょっと俺もちょっと考えるの大変だからこれにしよう。もうこれ体験版だしね。レスキューズってもうちょっと考えた方が良かったんじゃないですか、あの開発の方は。レスキューズね。なんかピカチュウと人、あ、そっか。プレイヤーによって何のポケモン使っているかわかんないからね。ピカチュウと人影に関係した名前がいいかなと思ったんだけどな。あとそうだ。救助隊を始めるその日にはこれをつけようって決めてたんだ。ちょうど2つあるから一緒につけてみようよ。なんだろう。スカーフか。ユニフォームだと思ったんだけど。一気になんかあの飼い犬感が出てきたね。よく柴犬とかたまにこういうのやってるよね。いいじゃんいいじゃん。なかなか似合ってるよ。いや、ペット感がすごいんだって。なんかつけるとチームって感じで身が引き締まるよね。なんか帽子とかの方が良かったな。救助隊レスキューズ、明日から一緒に頑張ろうね。あ、頑張るな。でも明日なんだね。こうして人影とピカチュウの救助隊生活が始まったのです。あ、もしかして体験版ここまでですか。これもうちょっとやりたいよ俺。次の、あ、よかった、ありがとう。やっぱり自分の姿、やっぱり人影のまんまだ。しかし、なんでポケモンになっちゃったんだろう。わからない。そういえばあのポケモンピカチュウって言ったっけ。確か一緒に救助隊やるって約束したんだよね。ピカチュウはどうしているんだろう。ちょっと外に出てみようかな。これさ、偶然かもしんないけど人影の家にぴったりじゃないですかこれね。色的にもさ、炎もたくさんあるし、しかもこのベッド、人影のために作ったんじゃないかと思うほど立派なぴったりなお家。お、そこで寝てんのかおい。完全にワンコだなお前。そうか、人影に家を譲ってしまったから。あ、しまった。ごめん、僕もうワクワクして明け方からここで待ってたんだけど、そしたらつい寝ちゃったよ。とにかく
今日から救助隊開始だ。頑張ろうね。と言ってもまだ仕事ないんだよね。手紙がなんかすんげえぶっ刺さってるけど、これもしかしたらポストの中にもう救助隊の存在がみんなに知れ渡ってるんだね。ピカチュウはポストを調べた。ポストには救助隊スターターセットが入っていた。何それ、アマゾンで買ったのかな。やっぱりあった、救助隊スターターセット。何それ、欲しいな、救助隊スターターセットって。面白そうだね。なんか救助隊を作ったら必ずもらえるんだよ。ピカチュウは救助隊スターターセットを開けてみた。何入ってんの。中には救助隊バッジが入っていた。道具箱が入っていた。ポケモンニュースが入っていた。おお、いろいろ入ってる。まず救助隊バッジ、救助隊の証だよ。そして道具箱、ダンジョンで拾った道具を取っておけるんだよ。あのよく小学生が使っているお道具箱みたいな感じかな。あのライオンの絵が描いてあるやつあれ懐かしいなとりあえずバタフリーからもらった道具もここに入れておくよ。プチ復活の種もらったよね、確かね。とても便利だから冒険に行ったら使おうね。最後にポケモンニュース、救助に役立つ情報が書いてあるんだよ。ポケモンニュースはポストのところに入れておくから後で読んでみるといいよ。あと他にも手紙とかはないのかな空っぽか。ファンレターの一つや二つは入ってたらよかったんだけどな。やっぱり手紙は入ってないか。救助の依頼があればポストに手紙が来るはずなんだけど、チームを作ったばっかりだからまだ誰も知らないんだよね。バサバサ、誰か来たよ。おや、なんだろうこいつ見た目的に飛ぶのにかなり無理あるよね。なるほど、あいつが手紙を届けてくれんのね。さあ手紙が届いてるけど、もしかして救助の依頼かもしれない。ねえ読んでみてよ。ビビビ、君たちのことはキャタピーちゃんから聞いた。頼む、助けてくれ。コイルがピンチなのだ。コイルがピンチっていうことは誰だろうギアルみたいなポケットモンスターがあの手紙書いてくれたのかな。洞窟に不思議な電磁波が流れた拍子にコイルとコイルがくっついてしまったのだ。コイルとコイルがくっついておめでたいんじゃないのそれ。レアコイルとして生きていくにも一匹足りないし、このままでは中途半端だ。お願いだ、助けてくれ。ビビビ、コイルの仲間より。なるほど、行くしかないねこれね。そう来なくちゃ、頑張って行こうね。なんか謎の電磁波が出てコイルとコイルがくっついたんだけど、ちょっと中途半端だからなんとかしてくれってことでね。おお、来てくれたか、ビビビ。この洞窟に我々の仲間がいるのだ、ビビビ。仲間は B6 階にいるはずだ。助けてくれ、ビビビ。よし、じゃあ行こう。地下6階、電磁波の洞窟。よし、ガンガン飛ばしていこうぜ。人影の攻撃は、めちゃめちゃ飛ぶじゃん。めちゃめちゃ遠距離攻撃できるね。レベルが上がった。地下6階来たよ。あそこにいる、助けよう。謎の電磁波が出てきたって言ってたよね。体が離れた、ビビビ。よかったよかった、ビビビ。わーい、ビビビ。わーい、ビビビ。よかったなお前たち、おかげで助かった、ありがとうビビビ。
今日の救助うまくいってよかったよね。実は僕、救助隊作って初めての仕事だったからすごく緊張してたんだ。今日は疲れたからもう帰って寝るね。また明日頑張ろうね。じゃあおやすみ。ピカチュウはどこに家があるのかな。